きてることが辛いなら、いっそ小さく死ねばいい。恋人と親は悲しむが、3日と経てば元通り。気がつきゃみんな年とって同じとこに行くのだから、生きてることが辛いなら、わめき散らして泣けばいい。そのうち夜は明けちゃって、疲れて眠りにつくだろう。夜に泣くのは赤ん坊を抱けて決まりはないんだし、生きてることが辛いなら、悲しみを解くと見るがいい。悲しみはいつか一平のお花みたいに咲くという。そっと伸ばした両の手で摘み取るんじゃなく守るといい。何にもないとこから、何にもないとこへと、何にもなかったかのように巡る命だから。辛いなら、嫌になるまで生きるがいい。歴史は小さなブランコで、宇宙は小さな水飲み場。生きてることが辛いなら、くたばる喜び